申告いたします。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿る。モンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を見いだしたため、かかしを生ける者と死に至る者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書、ローマ人への手紙6章16節から23節、新約聖書の訳を読んで、聖書の御言葉を読みます。ローマ人への手紙6章15節から23節まで、新約聖書の240ページ、手紙です。それではどうなのか、律法のもとにではなく、恵みのもとにあるからといって、私たちが罪を犯すべきだろうか。断じてそうではない。あなた方は知らないのか。あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのもののしもべであって、死に至る罪のしもべとなり、あるいは義に至る従順のしもべともなるのである。しかし、神は感謝すべきだ。あなた方は罪のしもべであって、伝えられた教えの基準に心から服従して、罪から解放され、義のしもべとなった。私は人間的な言い方をするが、それはあなた方の肉の弱さのゆえである。あなた方はかつて自分の死体を汚れと不法とのしもべとして捧げて、不法に陥っていたように、今や自分の死体を義のしもべとして捧げて、清くなられるのだ。あなた方が罪のしもべであったときは、義とは縁のないものであった。そのとき、あなた方はどんな身を結んだのか。それは今でも恥とするようなものであった。それらのものの終局は死である。しかし、今やあなた方は罪から解放されて、神に仕え、清きに至る身を結んでいる。その終局は永遠の命である。罪の支払う報酬は死である。しかし、神の賜物は、私たちの主、イエス・キリストにおける永遠の命である。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、尊き主の御名と私たちのために流してくださいましたイエス様の血を心から賛美いたします。死人の中からよみがえり、今も天において神の右に座し、私たちのために取りなしてくださる主イエス様をあがめ感謝いたします。再び私たちを迎えに来たりたも主を待ち望みながら、私たちはこの地上の生涯を日々一足一足歩ませてくださり、また主にある方々と共にこの聖日の礼拝を守ることができることを心から感謝いたします。台風の中ですが、しばしの時間あなたが私たちの足元を守ってくださり、このように礼拝へとお招きくださり感謝いたします。今日もあなたがローマ人への手紙を通して私たちに語ってくださることを心から感謝いたします。あなたの語りかけを聞き逃すことなく、しっかりと受け止めさせてくださいまして、また信じお従いしていくものとしてくださるようにお願いいたします。台風だけではなくて、いろんな困難を抱え、また戸惑うことも多いことでございます。あなたは一人一人ご存知でございますが、どうぞあなたが必要なお言葉と力を今日お一人お一人に与えてくださるようにお願いいたします。しばしの時間、主の御手にお委ねいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ちょっと声がですね、風邪気味なので聞きづらくなったり、ちょっと咳をするかもしれませんが、お許しください。ローマ人の手紙
の6章の15節から23節で、また前半と後半を分けまして、今日は前半部分の15節から19節をですね、一緒に開き、神様のメッセージをお聞きしたいと思っております。15節にですね、それではどうなのか、律法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって私たちは罪を犯すべきであろうか、断じてそうではない。私たちは罪を犯すべきであろうか、ノーということですね。これはローマ人の手紙に次々と出てきたことであり、特に6章にはですね、私たちは罪にとどまるべきではないし、罪の中に生きることができなくなった、それは断じてない、ありえない、ノーだというのであります。私たちの現実の信仰生活の中で、この宣言、この断言といいましょうかですね、言い切っている、完全に言い切っている神のメッセージを私たちはしっかりと受け止めるべきでございます。これは自分からは出てこないのでありますね。このロマ書6章というのは、イエス・キリストを信じ、そして義とされた、救われた、罪を許していただき、義としていただき、神を信じ、そして神との関係の中で、生きるものとなった、そのなったものがまた、罪を犯すということがあるだろうか、断じてない、断じてそうではない、誰が言ってるのか、ローマ人の手紙でパウロが言ってるということなんでありますが、神がそのように、宣言している。で、神がイエス・キリストによって私たちをそういう立場、身分にしたということでございます。これが一貫して、特にこのローマ人の手紙の6章で、言われていたことだと思うんですね。もう繰り返し繰り返しこのことをパウロが言ってるわけです。ですから私たちはパウロがローマ書で繰り返し繰り返し言ってることをはしょったり省略したりんじゃなくて、繰り返し言ってるんだから、その繰り返し同じように、聞かなければいかないわけですよね。これは非常に、信仰生活において大事なことでございます。何事でも信仰だけではなくて、私たちが生きている上で大切なことっていうのは繰り返し繰り返し確認しているはずでございます。物事を何か、達成した方でも、結局はスポーツの世界でも芸術の世界でも、その基本の基を毎日きちっとやっているというところから、その、達成したですね、そういうものが出てきているというのは私たちは知っているわけですね。ある意味では信仰の世界も大事なことでありまして、基本の基、一番大切なこと、それは何かというと、神が私たちをどういう身分、どういう立場にしたのかということだとあります。これがはっきりしていると、このパウロのこの言葉のように、罪を犯すべきではないという、そういう生き方、考え方、そういう人生になっていくわけですね。自分もそうしたくなるわけです。もうそうしないともう生きていけない。逆に、クリスチャンでも罪を犯してもいいんですよ。きれいごと言ったってしょうがないじゃないですか。世の中いろいろあるんだし、特に日本ではクリスチャンじゃない方にぐるっと囲まれてるわけだからっていう、この
論議がすぐ出てきますよね。もちろんそうだと思います。だったらもう罪を犯したってしょうがないじゃないの。あ、そうなんだ。だったらまあ罪を犯して平気したか仕方がない、またある意味では後ろ暗い生き方をしていくのか、人様に対してではなくて神の前に何か自分がこう後ろ暗い生き方ですね、救われる前はそんなことは思わなかったわけです。神様の前に後ろ暗い生き方、神様の、まあ、顔にですね、なんか泥を塗るような生き方してた。いや、私は神様を信じてませんから、神様の顔に泥を塗ろうと、神様の心を悲しませようと、そんな私には関係ございません。何ですかそれはって私も思ってたし、皆さんもそうだと思うんですよね。何にも思わない。ところがイエス・キリストを信じて罪許されて義とされたものは、罪を犯さない生き方ができるとはっきりと神は宣言している、お約束をしている、そして私たちをそのように導いてくださるということを聖書から私たちはきちっと聞くべきなのであります。非常に大切なメッセージであり、そしてそのメッセージをですね、前回もお話ししたように、避難訓練があって、避難というのはこうこうこうで、そしてあなたが理解することはこうで、あなたがしなきゃいけないことはこうですよということをはっきりと聞くべきなんですね。それで聞いて、そしてそのように生きていくときに、この罪を犯すべきではない生き方ができるのであります。万が一罪を犯してしまう、今申し上げたように私たちはこの世にあっては罪に囲まれています。ヘブル人の手紙では、絡みつく罪をかなぐり捨ててという言葉がありますよね。まさに歩いているときにこの、何か草原をですね、歩いてたときにこう雑草や草がこう絡みついてきます。それと同じように私たちのこの人生歩んでいる中にやっぱり罪の世を歩いてますから、罪が絡みついてくるわけです。だけどその絡みついてくる罪をかなぐり捨てることができる、罪の中に生きない、そもそも罪というものに関して違和感を感じるようになった、異質なものを感じるようになった、その中で生きていけないという自分になったということが大事なんです。ここなんです。いや、なったったって私そんな気分になってませんが、気分の話じゃないんですよね。もっとちゃんと言うと、じゃあそういう生き方をしてますかっていうわけでもない、わけでもないって、じゃあそういう生き方ができたから自分は罪に対して違和感や嫌悪感を感じるようになったのか、それは律法を行うということですよね。律法を一生懸命行う、正しいことを一生懸命行って、そして自分自身できれいになって、そして罪とか汚れとかそういうものを汚く感じるように、まあ、自分自身がレベルアップしてそうなったんだというものではないのであります。絶対にそれはできない。ですからこの15節では、それではどうなのか、律法のもとではなく恵みのもとにあるのだからって言って、律法のもとにではなく、つまり律法ということをそういう意味で否定したわけですね。律法を行って正しい行いを一生懸命やって自分がきれいになって、そして罪の犯さない生き方ができるのか、違う、恵みのもとにあるから、神様の恵みのもとにあるから、神様がしてくださったことによって罪を犯さない生き方ができていくということになっていくわけであります。立場なのであります、身分なのであります。立場身分がはっきりしている人は一人でいる時も
仕事をしている時も、まあ、ちょっと和気あいあいと、まあ、いろんなことをですね、まあ、楽しくしている時にも、非常に辛くてなんか孤独を感じる時も、ちょっと、まあ、多少羽目を外しちゃったということがあるかもしれません。現実問題ですね、まあ、そういうようないろんな私たちは生き方をしているわけでありますが、そういう時にどこに行ってもどこに置かれても自分の立場ってはっきりしてるわけです。何ですか？神はイエス・キリストのこの十字架と復活の救いによって私をの罪を許し義としてくださった。で、義としてくださったということは、それはもう即すぐ罪の中に生きないものに神はしてくださったということを信じている、そういう身分なんだ、そういう立場なんだということですよね。だからそのものがこの世のどこに行っても変わらない、まあ、いわゆる裏表のない生き方ができるのであります。教会にいた時の自分、仕事をしている時の自分、家庭の中にいる自分、いや、非常にもう仲のいいですね、もう幼馴染、今本当に砕けたいろんなことも言い合っている、言い合える自分、いや、ちょっと非常にね、なんかまあ、改まったね、改まったそういう場にいる自分、もちろん違いますよね。でも自分自身は全然変わらない、そこで何が起こらない、何しようと、私自身は神がイエス・キリストによって義とされ、罪の中に生きないものとしてくださった私なんだと理解している、そう理解して、そういうふうに自覚しているものはおのずと違ってきますよね。発想、考え方、じゃあどういうふうに行動していくのか、どういう会話をするのか、おのずと違っています。身分がそうさせている、立場がそうさせているのであります。そしてその身分、立場というのは外側だけのことじゃない、本当は内側から神は変えてくださった。古き人をキリストと共に十字架につけてくださった、私が罪を犯しですね、本当にこう罪をやり続けてきた自分、もうどうすることもできない自分、その自分をキリストと共にですね、まあ、ある意味では死なせてくださり、そしてキリストがよみがえったように、私も新しいですね、キリストによる命、その復活の命につながって生きるものとされている。神がしたことなんですね。神がキリストによってしたこと、自分はある意味では何にもしていない、いや、できないのであります。ですから神様が与えてくださった立場、神様が与えてくださった身分、この自覚があるのか、その時に自覚という時に自分で積み上げたのではないということと、あと自分がそういう生き方をしてるからそうなんだじゃないですね、そういう生き方ができない時にもそのことを神がキリストによってしてくださったということですね。皆さん考えてみてください。キリストによって救われたものっていうのは そこにいるしかないじゃないですか。どこにいるんですか？神様を信じ、イエス様を信じた自分、いや、罪の中に生きるというところに自分を置きますか？置いて、まあ、しょうがないやって、こんなもんだ、所詮私はってね、なりますかって、ならないわけです。じゃあ、自分をどこに置きますか？まさに身の置きどころがないって言葉がありますよね。もう身の置きどころがない、もう穴があったら入りたい、いや、穴を掘ってでも入りたいなんていうね、冗談言う人いますが、まさに、身の置きどころなんであります。どこに自分を置いているのか。なんとですね、そんな穴があって恥ずかしいから隠れる自分じゃなくて、神がキリストによって義としてくださった、罪を許し、そして過去、現在、未来、罪のないものとして
置いてくださったわけですね、そこに。つまり神の前に置いてくださってるわけです。神との関係の中で生きるものとしてくださったのであります。そしてそういうことをパウロはロマ書で繰り返し言ってる中で、この15節から入っていったときに、もう一回かつて自分は何だったのか、そしてどうやって自分はそのようなこう身分に変わったのか、そして身分、そのような身分に変わった後に私たちはどう生きるのかということを、またこの15節から19節まで記しているわけであります。そしてその、まあ、あるいは分岐点、転換点ですよね。ここから変わりましたっていうことを言ってるのが、17節なんであります。あ、17、18節ですね。で、中心聖句をこの17、18節に置いたのであります。読んでみますと、しかし神は感謝すべきから、あなた方は罪のしもべであったが、伝えられた教えの基準に心から服従して罪から解放され義のしもべとなったということですね。こうです。罪のしもべであった、伝えられた教えの基準に心から服従した、これが転換、こうひっくり返っていく、変わっていくことですね。そして変わったら何になったのっていうと、罪から解放され義のしもべとなった、義のしもべとなりたい、なったらいいですね、私はそうなるように願ってます、祈ってますではないのであります。なったのであります。これなんです。信仰というのはなったと言い切っていかなきゃいけないんです。皆さんお祈りでもそう、なったって言い切って祈っていくわけです。いやいや、なったって言って私の現実ですね、まあそんな心もとない、なったって言ってと私の心よく見たらなんかまだね、変な思いになったり罪の心がムーッと出てくるような自分でもある。いやいや、そうだとしたらですよ、もしそうだとしたら、なったって言い切って、そして神様がそうしてくださったと信じていくしかないじゃないですか。そのムクムク出てくる何かそういうものを肯定して生きていくんですか。神はそういう立場に置いてくださった、私はそのことを信じます。自分の心がどうであれ、そして自分のそういう生き様がどうであれ、まあ、とにかく神がそうしてくださったと私は信じますと、ここがスタートなんです。このスタートがはっきりしないと、いつまでもむやむやしてるし、また罪を肯定する生き方になってしまうんですね。でその時にこの3つの話がありまして、1つは罪のしもべであった、罪のしもべであった。しもべというのは、奴隷のことでございます。召使いというような中途半端なその服従ではなくて、徹底的な服従を要求される。もし、ご主人様の言うことを聞かなければ簡単に首を切られる、殺されるという、その奴隷を指している言葉であります。そしてそのご主人様の言いなりになってたでしょって言ってるわけです。16節、あなた方は知らないのか、あなた方自身が、でしょ、あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのしもべの奴隷であってとあります。だからあなたは誰のしもべだったんですか、あなたのご主人は誰だったんですかと聞いてるわけです。これ主人というのはこの、主人と奴隷との関係ですね。いやいや、私はそんなね、何かにそれほど徹底的に、まあ、支配されてはいません。私は私のプライド、私は私のですね、そういう自分のもともと持っている、まあ、そういう人間性豊かなそういうものを持って、非常に余裕を持って、もし罪というものがあったとしても私は罪をきちっと理解して、ね、なるべく力がないように生きてきました、私は決して、罪というようなものに支配されてませんでしたというのか、
もし本当に心からそう思っているのであれば、この話っていうのは全く意味がないんですね。意味がない。逆に本当に私はこの罪の奴隷であり、そして罪という主人の言いなりになってきた、何も抵抗できなかった、そしてそれは単に、心だけではなくて自分の手足が、自分の口が、自分の生き方がまさにそのようになっていて、そしてむしろそうなるように自分を捧げていた、自分を売り渡していた、自分をそのようにその怖い支配される悪主人、罪という主人にもう逆らえないからもうついていった、いやついていったどころかもう自分の方も、まああるいは積極的にそっちに向かっていってたんだということをここで言ってるわけです。それが、19節なんですね。私は人間的な言い方をするが、それはあなた方の罪の弱さのゆえである。その後です。あなた方はかつて自分の死体を汚れと不法のしもべとして捧げて不法に陥ったようにってこうなんです。この服従の仕方ですね。徹底的に服従していたじゃないか。もう打ちのめされてほいほいと罪に従っていった、そして自分自身現実のそのような死体、体、自分自身をね、罪に捧げていってただろうって言ってるわけです。何を言ってるかというと、これはローマ人の手紙の一章でも言っている歯止めが効かないということを言ってるんです。罪というものは自分でコントロールできない、罪というのは自分で歯止めが効かない。今汚染水がそうなってますよね。とんでもないことだと思います。歯止めが効かないのであります。ああどうしようどうしよう、ずる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 、ね、それがまさに罪への服従の仕方、それが罪のしもべ、罪の奴隷だったということであります。思い当たりますよね。いやー体は疲れて大変なのに、ああ教会か、まあちょっと体が疲れてたら大変だからお休みしようか、それでいいですよね。でも自分の楽しみのために何かね、なんかそういうこう快楽のためには、じゃあ疲れたから休むかってしないですよね。それで私たちは何かわずかな時間を盗むようにして、ある意味では罪を犯しているのではないでしょうか。あるそういうチャンスを、ある瞬間をもう本当にハイエナのようにその時間を、そのチャンスをものにして、ね、そういう形で罪を犯してきたのではないか。だからここで言う罪の奴隷というのは、圧倒的な罪の破壊力を経験した人なのであります。罪という主人の恐ろしさ、怖さ、そしてそこに引っ張られていた自分、そして引っ張られて罪なんか嫌だ、罪なんか嫌だって言ってたんじゃなくて、まあ最初は言ってたかもしれませんが、でもほいほいと、ほいほいと喜んで、もう自分から積極的に罪に身を捧げていった、まさに神への献身ではなくて罪へ献身していた自分ということなんです。でこのことが、あ本当にそうだなって分かるのならば、もういいでしょって話になりますよね。徹底的に打ちのめされて、ぐうねも飲んでも出ない、支配されている、もう勘弁してくれよ、もう解放してくれよって話じゃないですか。
で解放されたわけですよね。罪から解放された、神によって義とされた、神によってその罪許されて神の前に立てるものとなった。ここがバーンと来たわけです。だったらもう一回今言った罪の奴隷になるんですか。もう考えたくもない、もうそんなの嫌だよっていう話になって当然だと思います。そこなんです。第2ペテロの4章の1節から5節、370ページをちょっと見ていただけますか。開ける方は開いていただいて、まあ、聞いている方は聞いていただいてもよろしいんでございますが、新約聖書の370ページ、非常に具体的に言ってますが、4章の1節、このようにキリストは罪において苦しまれたので、苦しまれたのであるから、あなた方も同じ覚悟で心の武装をしなさい。肉において苦しんだ人はそれによって罪から逃れたのである。それは罪のおける残りの生涯をもはや人間の欲情によらず神の御旨によって過ごすためである。過ぎ去った時代にはあなた方は異邦人の好みに任せて公職欲情水衆円楽暴飲気ままな偶像礼拝などにふけってきたが、もうそれで十分であろうって言ってますよね。ふけってきた、もうそれで十分でしょ。散々罪を犯してきたじゃないですか。あなた苦しんできたんじゃないの。そこに支配されてぐうの音も出なかったんでしょう。表面的にはいろいろあるんですね。私はよく言うんですけども、非常に下品な露骨な罪を犯している人います。だけど上品であんまり人様に迷惑かけてない罪もあるわけです。じゃあどっちがね綺麗なのか。神様の前に同じですね。クリスチャンホームで生まれようと、本当に悪どいそういう環境にいようと関係ない。自分にとってはもうとにかくこの、罪の奴隷だったということなんです。もう十分でしょう、もういいでしょう。まさに福音ですよね。グッドニュース、良き知らせ。こんな素晴らしいことないじゃないですか。もう罪の中に生きなくていい。ああ、そうなんだ。ということなんですね。そしてそういう中でじゃあどう変わっていったかというと、ローマ人の手紙に戻りますと、伝えられた教えの基準に心から服従してということなんであります。でこの伝えられた教えっていうのは、ここで間違っては困るのは律法ではないのであります。律法というのは、自分が、まあ、単純に言っちゃいますと、自分が良い行いをして神様に至ろうとするわけですね。神様が与えてくださったその律法を一生懸命守って良い行いをして、そして神様に認められていくということになります。でこの伝えられた教えの基準に心から服従するというのは、もうすでにお分かりだと思うんですよね。ローマ人の手紙がずっとここで言ってる内容でありますから、福音のことですよね。キリストのことであります。キリストによって私たちが義とされ救われた。だからこの17節の言葉に突然神は感謝すべきかなって突然この言葉が入ったんです。唐突ですよね。皆さん、誰かがお話をしていた時に突然唐突に神は感謝すべきかなって言ったんです。びっくりしますよね。ということは、パウロは自分の心からその神への感謝がもう突然湧き出てきた。どうして湧き出てきたかというと、この伝えられた教えの基準というのは律法ではないからです。福音だからです。神様感謝します。神様この素晴らしいね、知らせを、素晴らしいこの真理を私に教えてくださって感謝します。だから神に感謝すべきかなと言ったのでありますね。福音とは主イエス・キリストの救いであります。
一生懸命立法を行って、この罪のない生き方をしていくのではなくて、伝えられた教えの基準に心から服従する、福音に心から服従していく時に、この罪のしもべから義のしもべに変えられていくわけでございます。このお言葉の中で重要なのは心からという言葉です。心から服従する。規則というのは、決まりというのは、また律法を行っていくというのは、心から服従はできないんです。学校の規則でもそうですよね。なんで守らなきゃいかんのかなって、ね、思いますが、ただ字面だけ、あなたこうしなさい、悪いことしちゃいけないよ、いいことしなさい、正しければ正しいほど何かちょっと反発したい、まあ私も相当へそ曲がりの人間なのでそういう思いがあるんですね。でもこれは違うわけです。心から服従する、伝えられた教えの基準に心から服従できる、つまりキリストに心から服従できるということです。心から、心からというのは大事であります。イエス様は律法の大切な教えと言われたときに、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ、心から神を愛するっていうのはね、それが律法の精神なんだとおっしゃいました。心から服従できる。皆さんは心から服従できるものってあるでしょうか。まあ、そういうお方ですね、いらっしゃるでしょうか。心から服従するんですよ。心から、心からですから信頼してるということですよね。信頼している、信頼して従っていくわけです。信頼して従っていく、伝えられた教えの基準、福音に、キリストに心から服従していく。かつては何に服従してましたか。罪ですよね。罪の奴隷です。そして自分自身の方も罪に対して自分を明け渡してやってたという話です。じゃあ今度は何に服従するの。本当に心から喜んでキリストを信じ、キリストに服従することによって、ことによって義のしもべとなった、義のしもべとなることができるわけであります。関東芸にも書いたんですけども、からし種の使える、従うという喜び、いかがでしょうか。そもそも従う、使えるということは自分の方じゃなくて、使えるお方が素晴らしいからでありますよね。そして使えているお方を誇りと思うからじゃないでしょうか。使えているお方、従っているお方がどうでもいい、自分もね、まあしょうがないな、仕方がないな、心の底では何かこうね、こう軽蔑もしているとするならば、確かに、確かに形は従っていっても、従っているわけじゃないですよね。でそのうちアホらしくなってやめますよね、いい頃加減で。なぜ？従っていくお方、ついていくお方がそれだけのものでしかないからです。じゃあ誰に従っていくのか、キリストに従っていく。そこにキリストが私たちの罪のために十字架にかかり、そして死人の中からよみがえり、そして今も生ける
神ですよね、生けるお方、そのお方にしっかりとつながってついていく、まさに結合する、一体となる、一つとなっていく、そういう中でキリストについていける、従っていけるのでございます。この世もそうですし、生涯閉じるとき、死ぬとき、死んだ後も、ね、永遠にキリストについていける。それも心から、ここが重要ですね。心から服従する。心から安心して、信頼して、従っていけるのでございます。で、そういう中で、3番目のポイントですね。罪から解放されて義のしもべとなった、18節であります。罪から解放された、あれほど散々打ちのめされ、のたん打ち回り、そして、まあ罪に依存しですね、罪に仕えていた自分が解放された、もういいでしょう、もういいでしょうってことですよね。もう十分でしょう。なら自分が思ったってそんなこと変わらないですね。神がそのことをしてくださらないとダメなのであります。神様がもういいでしょう、あなたはもう罪の中に生きなくていいんだ、だからキリストのその十字架と復活の救いがあるんだ、あなたはそこにちゃんといなさいと神様はおっしゃる。そして罪から解放されて義のしもべとなった。で、このしもべっていうのも奴隷なんです。奴隷、同じ意味なんです。罪というのに凄まじい形で従ってついていったとしたら、今度義のしもべも義というものにある意味では凄まじく徹底的についていくんです。だから徹底的についていくっていうのは同じなんです。罪はね、罪は徹底的についていって、もうヘトヘト、もう大変でした。今度は義のしもべは、義の奴隷は、いや義の奴隷の場合はね、余裕しゃくしゃく、いやー気が向いたらね、まあちょっと時間があったら、まあ無難な時に、まあ適当に義のしもべはついてきますっていうんじゃなくて、ついていき方、従い方は罪への従い方と同じように、それと同じようについていくということを19節で言ってるんですよね。あなた方はかつてですよ、かつて自分の死体と穢れと不法とのしもべとなって捧げて不法に陥ったように奴隷だけ凄まじかったのかということですよね。罪の奴隷が、そして自分が罪に捧げきって不法にも陥ってはまっちゃったね、はまっちゃったようにでしょ。それと同じように、同じ程度に今や自分の死体を義のしもべとして捧げ清くならなければならない。だからキリスト教のこの救いの中で全く逆転する、ひっくり返ってしまうというこの現実もそういう人がいるわけですね。本当にまあ本当にヤクザだった人がもう完全にひっくり返っている、その時にその罪の凄まじさを知っているわけですよね。現実的にも私たちも現実そんな罪の恐ろしさ凄まじさをですね知る必要ないと思うんですけど、でも一人一人にとってそうだと思うんですね。罪っていうのは気楽になんか面白おかしくヘラヘラとやってたわけじゃない。それを今度はですね、義のしもべとして、あるいは徹底的に、まさに義の奴隷として、そこに従っていく、まあ、ある意味は他のものを見向きもしない、一心にそこに向かっていく、そして一心にそこに向かっていくときに、いろんなそういう他のものとか、脇身を見てね、あそこにあれがある、これがあるってないじゃないですか。一心にそこに向かって、だって罪に対して一心にやってたわけでしょ。とするならば今度は義のしもべとして神様に一心にそこに同じように向かっていけるでしょ。
とパウロは言ってるわけです。そしてそういうね、しなさいとか、さあこれから決意をしなさいっていうよりも、今日のお話で重要なのは、そのような身分になったんです。義のしもべとなったんです。こうなんです。いや、これか、ちょっとクリスチャンになったんだけど、まあちょっとなんかちょっと頼りないクリスチャンで申し訳ございませんでした。あ、じゃあこれからなりますって言ってませんよね。あ、神様どうか分かりました、今日の話よく分かりました、だったら私を義のしもべとしてしてください、義のしもべとしてレベルアップしてください、こんなんじゃちょっと神様もう本当に情けないですから、自分でも嫌になってますので、どうか神様そのようにしてくださいと祈るんじゃないんです。なったんです。罪から解放され、義のしもべとなったのであります。で、このなったっていうところに固く立つから、義のしもべとして生きていけるし、どこまでもついていける。ならないとついていけないじゃないですか。ここなんです、信仰の非常に大事なポイントって。なるようにしてくださいじゃないんです。キリストによって伝えられた教えの基準に心から服従していった。他のものは心から服従しなかったわけですよね。心の底ではなんだもうってね高をくくってたわけじゃないですか。私たちはキリストに高をくくってませんよね。皆さんキリストに対して高をくくってますか。ない、キリスト大したもんじゃないよ。だったらもう大したもんじゃないですよね。キリストは私たちのために命を捨て血を流してくださった、命を捨ててくださった、そしてそのキリストは死人からよみがえってくださった唯一の救い主、神ですよね。そのお方に心から、まさにね、心から信頼して喜んで、ついていくことができるのであります。そして、もう終わりますが、その、義のしもべとして生きていく生き方っていうのは徹底的ですよね。その徹底的っていうのは愛のゆえの徹底さなんです。罪に対しては、まあ、あるいはしょうがないな、仕方がないなとかね、あとはまあそういう形で引っ張られるようについていったと思いますね。自分でも少しは心の中に良心の呵責もあったかもしれません。でもズルズルズルっとついていった。じゃあ今度義のしもべとして神様についていく、キリストについていくのは、それは愛するがゆえに徹底的についていくわけです。これが違うわけです。愛してるから徹底的に、愛してるから心からついていくことができるのでありますね。そしてそのことは現実心だけではなくて、この義のしもべとして、ごめんなさい、今や自分の死体を義のしもべとして捧げて清くならなければならない、これは非常に現実的なことですね。心だけ、そう思いました。で、心からそれが現実に変わっていく、自分の死体、ね、まさに自分の手足、自分の現実、自分の生涯、自分の財、自分の時間、そういうものを義のしもべとして、捧げていく。そしてそのことがこの清くならなければならない清い生活、義のしもべとして従っていくことがこの清い生活になっていくということでございます。終わりたいと思います。それでは、17、18節ご一緒に読みましょう。じゃあご一緒に3、4。しかし神は感謝すべきかな、あなた方は罪のしもべであったが、伝えられた教えの基準に心から服従して罪から解放され、義のしもべとなった。天のお父様、罪のしもべであった、伝えられた教えの基準に心から服従して義のしもべとなった、義のしもべとなった。
神がキリストによってこの義のしもべとなった、そうしてくださったことを感謝いたします。これが私たちの立場であり身分でございます。だから義のしもべとして、具体的に、自分のこの死体を、自分自身を神様にお捧げし、義のしもべとして、義の奴隷として現実的具体的に生きていくことができることを感謝いたします。いやいや仕方なく、クリスチャンだから少しはマシなものにならなきゃ自分は恥ずかしいなというような、そんなことではなくて、あなたがこのように罪の奴隷から義の奴隷に、義のしもべに私たちを変えてくださったわけですから、そのこと本当に感謝して義のしもべとして歩んでいくことができますように、私たちにとってもう罪の中に生きる必要がない、罪に戻る必要がない、どんな理由があったとしても罪の中に生きる必要がないという、このメッセージは私たちにとって驚くべき、また本当に喜びのメッセージであります。またかつての罪の中に戻る必要がない、なんと素晴らしい福音でしょうか。このことを神はキリストによって私たちにしてくださったことを本当に心から感謝します。しっかりとそのところにあなたは立たせてくださっているのですから、私たちそのことを信仰を持って受け取って、私はここに立っていると、義のしもべとなったというその自覚、その確信を持って、神様どうぞ与えられましたその信仰生活を全うさせてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。